こんにちは、アミチクラボのユミです。夏休みも、昨日で終わりまして、今日からまた、いつも通りの平常運転で行こうと思っています。で、ですね、夏休み私は北海道に旅行に行ったんですけど、その時にですね、出発前に頼んでいた、糸が届いていて、で、まだ開けていなかったので、ちょっと開封してみようと思います。実は今回頼んだ糸は全部同じ糸です。しらり、じゃじゃん、これです。どん。ケイトピエロさんのファインメリノです。これは、去年ちょうど正月頃だったと思うんですけど、ケーブル編みの、ニット帽を編んだ時に使った糸で、とっても本当に肌触りがよくって、全然チクチクしないウール 100% の糸だったので、今年こそめちゃくちゃ気に入るセーターを編みたいと買ってみました。全部で、グレーが15玉、このマスタードっぽい色が2玉と、オフホワイト白かなが2玉あるんですけど、模様編みをしようと思って買ったわけでは別になかったんですけど、まあ、合わせても可愛いかもとは思っています。ただあくまでも、シンプルなセーターをトップダウンで自分のサイズに合わせて編む方法を今模索中なので、まあ、グレー一色で編むことになるとは思うんですけど、これを使って、なんとか自分の理想としているセーターが編めたらなと思っています。ちょっと開けてみます。エクストラファインメリノ 100% っていうことでね、羊毛の最上級のエクストラファインメリノはカシミヤに似た柔らかい肌触りです。そうなんです、もう本当にね、本当に気持ちよくって、こういうのでセーターが編めたらいいなと思ったので買いました。で、ウール 100% で1玉 30g なのであんまり長くないんですけど、 94m、 使用棒針5から6号っていうことで、一応レディースだとセーター12玉からとなっているので、そうですね、念のため14玉買いました。なんか何着か編んでみた感じだと、まあ、1000メートルぐらいで何の飾りっ気もないセーターだったら編めるのかなって最近は思ってるんですけど、自分のサイズだったらね、普通の M サイズぐらいの S から M ぐらいのサイズで、それぐらいで編めるのかなっていうふうに思っています。で、今回このセーターをね、どうしても編みたいと思って、このケイトピエロさんでファインメリノを買ったのは、ちょっとダイソーさんのアクリルケイトばっかり去年は編んでたんですけど、やっぱり身につけるものはアクリルじゃないのがいいなと思ってウールを買ってみました。アクリルお洗濯とかはそんなに気使わなくていいのかもしれないんだけど、やっぱり静電気も気になるし、毛玉も気になるし、なんとなくせっかく時間をかけて編むなら、まあ、もう少しいいものを使いたいなっていうのがちょっと、欲張りになってきたところですね。まあでもどうだろう、うまくいくかどうかわからないので、ちょっとドキドキですけど、まあ、うまくいくまで編み直せるのが編み物のいいところなので、頑張って完成させたいと思います。はい。ということで、私の今年の冬の目標は、私のセーターを完成させることなんですが、何着かセーターを去年から編んでみて、なんとなく編み方っていうのが、自分の中でですね、
こういう感じでいこうかなっていうのができてきたので、まずはミニサイズで編んで、どういう流れで編むのかっていうのをちょっと紹介できたらなと思っています。それで、私のセーターの、セーターの編み方としてですね、トップダウンって言って、首からぐるぐる輪の状態で編んでいく方法で編もうと思っています。で、それには、いろいろなちょっといろんなサイズの輪針が必要になりますので、使う道具を最初に紹介しておこうかなと思います。で、私が使っているのはキンキ編み針さんのスイッチっていう輪針セットなんですけど、これをちょっと使う想定で説明しますね。まずはメインの、身ごろや袖などを編んでいくための針が2種類、針が1つと、あとリブ用の少し小さいサイズの針が、1つですね。で、これを見ると、5から6号っていうことになっているので、6号と5号か4号の針で編もうかなと思います。6号、それから、今ちょっと別のものを編んでいるので出払ってますが、4号の針先を使おうと思います。それからコードが40センチ用のこの短いコードと60センチ用のコード、それから100センチ用のコードを使おうと思います。で、残念ながらスイッチのスタンダードなセットだ と、手芸さんで売ってる日本サイズのスタンダードなセットだと100センチのコードは入っていないので、私は、別で買い足しました。で、もしくはジョイント、コードジョイントっていう別売りのパーツがあるので、それを一組買っておけばそれでも対応は可能なんですが、こういうものですね。これで、スタンダードのセットだとこのネジサイズ 2mm っていうかな、 M2 っていうサイズのものだと40、60、80のコードが入っているので、80センチのものと、まあ、40もしくは40と60を足せば編めるんですけど、どうしてもこのジョイント部分に、糸が引っかかるような感覚があると思うので、可能であれば100センチのものを買い足した方が断然編み心地もいいです。しかもあのセーター長いので、編んでいる時間が長いので快適に編むためには、まあ、これ一つ買っておくといいのかなと思います。で、ただこのジョイント自体はやっぱり必要で、トップダウンで上から編んでいくと、ある程度のところまで行った時に丈はこれぐらいでいいかなっていうのを着ながら確認することができるのがとってもメリットになるポイントなんですけど、その時に100センチのコードを、針をつけた状態で、上からかぶろうとするとですね、まあ、よっぽど細い人じゃない限りは多分針が抜けてしまうと思いますので、この100センチのコードをジョイントを使って、40か60の残ったコードとつなげて大きな輪っかの状態にして、かぶって確認をするといいかなと思います。リブのところは4号のサイズで編もうと思っているんですが、4号だと今度コードのサイズはM1.8 っていうサイズになってまして、で、これスタンダードのセットだとこの M1.8 の一番細いサイズがコードが一番種類が多く入っています。なので40、60、80、100っていうのが入っているので、もし、M2 の100を買うよりももしかしたらコンバーターっていうパーツを買い足した方が、お金がかからずに使えるかもしれないですね。
今ちょっと他のもので使っちゃっているので同じサイズじゃないんですけど、コンバーターっていうのはこちら側に細いサイズのものを接続してこちら側に太いサイズになるようにサイズを調節できるパーツです。なのでこれの M1.8 から M2 のものを1セット買っておけば一番細いサイズのコードを使うことができるので、それを買い足すだけでも大丈夫だと思います。ただジョイントだけはどうしても試着するときに、ないとすごい気を使うので1セット必ず買っておくといいと思います。でこんな感じの道具を使ってトップダウンの首元からぐるぐる編んでいくシンプルなメリヤス編みのセーターを自分のサイズぴったりで編む方法を考えていこうと思います。ちょっと話だけだとこの道具について分かりづらいかなと思うので、後でブログの方でまとめておこうと思いますので興味ある方はぜひチェックしてみてください。それでは、ひとまず道具の、材料と道具の紹介でした。次回の動画では小さなサイズでまず編んでどんな工程を経てセーターの形にするのかを紹介してみようと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。